低密度ポリエチレンの分子構造図、低密度ポリエチレンの分岐構造ルドップの樹脂識別コード低密度ポリエチレンは、繰り返し単位のエチレンがランダムに分岐を持って結合した結晶性の熱化素性樹脂に属する合成樹脂。他のポリエチレンと比較し柔らかい性質から軟質ポリエチレン、正方から高圧法ポリエチレンとも呼ばれる。休日計6748。 1995において、低密度ポリエチレンとは、密度0.910以上から0.930未満のポリエチレンと定義されている。その分岐構造から結晶化があまり進まず、融点が低く柔らかい性質を持つ。樹脂識別高度は4。なお、分岐構造をあまり持たない、低密度ポリエチレンも存在するが、これは、 リニアポリエチレンとして、実計6899から12000にて区別される。核ポリエチレンは石油を元としたナフサを熱分解して、得られるエチレンをラジカル重合して製造される。ルドップの場合は、高圧法にて重合される。海上重合法、または ICI 法とも呼ばれる。空気中の酸素、または加酸化物など、 ラジカル開始剤を触媒とし、エチレンを1000から4000気圧、100摂取350度の環境下で多段ガス圧縮機を用いて重合する。その後、残留モノマーを分離し、冷却して得られる。ルドップは、このように高圧、高温条件下で重合されるため、エチレンが単純な作業に結合せず、多く調査分岐やタンクサリ分岐を持つようになる。 この構造が直接的には密度を低め柔軟さを生む。さらに枝構造の数や長さの割合は分子量分布とともにルドップの物性や成形性に影響し様々なグレード設計に大きく関与する。ルドップは1933年にイギリスのインペリアルケミカルインダストリーズが高圧化の有機合成実験で発見したが、これは偶然の産物だった。 1939年には工業化された。第二次世界大戦中はレーダーや兵器の部品にも用いられ、日本軍が撃墜した連合国軍戦闘機からも絶縁材料として見つかっている。戦後は軽さや衝撃強さなどが評価され、日用品や放送用フィルムなどに採用された。低密度ポリエチレン製ゴミ袋ルドップはフィルムとして用いられる場合が多い。 安価な天和菓子や衣類などの簡易包装やゴミ袋として重宝され、また耐水性の高さを生かし水分を含んだ生鮮食品などの包装にも多く用いられる。俗に、プチプチと呼ばれる気泡干渉剤もルドップから作られる。包装材料以外にも、加工紙や農業用の黒いフィルム、熱で収縮する特徴を逆利用したシュリンクフィルム、衛生手袋などにも用いられる。 また、低い融点は、ヒートシール用材料として適すため、トマ押し出し材料としても利用される。近年は、ビーズ成形や炭酸ガスによる、発泡体も開発されている。柔らかさを生かし、中空成形にて、軟質の容器にも多く用いられる。押し出し成形されたものの代表例としては、柔軟な水巻きホースが挙げられる。射出成形品では、 容器類やタッパーウェアの半透明な蓋なども多いが、柔軟さが自然な風合いを感じさせるために用いられる。例として増加用途が特徴的である。ありがとうございます。